本郷館とは、明治時代に文京区本郷に建てられた下宿屋である。2011年に建て替えられたため、現存していない。正面側からの俯瞰解体中の本郷館、東京大学の学生街である本郷には、岐阜県出身者による下宿屋、旅館が数多く存在しており、本郷館もその中の一つである。近隣の古くからの旅館や旧道会館、 旧道学者などの歴史的建造物と共に、本郷ならではの景観を形成し、木村伊兵や鈴木京一といった写真家の被写体にもなった。3階建て、延べ400坪、計70室余りを要する巨大な木造下宿屋であり、下宿屋建築が流星を極めた昭和初期の東京市において最大規模を誇っていた。レンガ積みの土台から三階の天井まで二十センチ角の 大黒柱5本を通した頑丈な作りになっている。玄関を入ると、すぐ正面の広間奥に、上海への階段、この先の中庭と合わせ、この階段周りに共同の水場、便所が設けられている。部屋は様々な広さに分けられ、中には洋間もあった。規模や形態の希少性から国の重要文化財になる可能性を指摘する専門家もいた。 本郷館の建物は、1905年に、岐阜県出身の高橋千代三郎によって、旅館、本郷旅館として建設された。翌年に開業した本郷旅館は、客間60室、宿泊料80銭から1円50銭で、妻の高橋沢がお上を務めた。千代三郎は、岐阜養老の猫地で代々作り酒屋を営む富豪、高橋家の生まれで、 本郷旅館以外にも本郷由美町に洋風外館の木造3階建て高等下宿、本郷館を経営していた。1913年4月から1917年4月まで東京女子高等師範学校の第二寄宿舎として使用される。生徒監視のもとに第四学年生徒を室長とし、第二学年生徒及び養成所生徒を収容した。1919年頃、 東京のとある弁護士宅の所生だった若夫婦が建物を買い取り、女中6人による朝夕まかない付きの高等月宿本郷館となる。下宿屋のまかないは一般に悪評の立つことが多かったが、本郷館では、とんかつや土用の牛の日のうなぎなどが供されることがあり、下宿人には好評だったという。下宿人の多くは、地方の富裕な家庭に育った、東大。 芸大の学生だったが、中には、東大の教官や医局医師も住んでいた。林文子、坊順、武藤清内藤樹七郎といった著名人も居住している。中国人学生の上宿にもなっていたという。この夫婦による経営は1940年まで続いた。第二次世界大戦中に建物疎開の予定があったが、数日前に終戦指南を逃れる。戦後になると、 女中、まかない、風呂がなくなり、二つあった中庭の一つが潰され、居室になった。昭和20年代の住宅難の時期には、1階のほとんどと上階の一部に所帯持ちが入居し、単身者も愛部屋を頼まれることがあった。350人余りが住んでいたという記録もある。共同便所、共同炊事場の上老朽化が進んだ、本郷館だったが、 1990年代に入っても50人ほどが入居していた。2万円前後という格安の家賃のため、学生時代から借りている住人も多かった。2006年、老朽化を理由に建て替え計画が公表されたが、住人が立ち退きを拒否したため、2008年に家主は立ち退きを求め住人を提訴。2009年に住人側が敗訴し、強制執行が行われた。 2010年には、新建築家技術者集団東京支部、日本建築学会関東支部、木の建築フーラム、本郷館を考える会といった団体が、保存活用を要望したが受け入れられず、2011年7月末日をもっての解体が決定された。後地には、同名の集合住宅が建設されている。ありがとうございます。